来年2月を目安に訪米したいと明言しました。このコロナの問題、これはどう落ち着くかだと思います。特に米国のできれば2月いっぱいぐらいが一つの目安だろうと思います。菅総理大臣は BS テレ東の番組収録で、アメリカのバイデン次期大統領との首脳会談を含めた訪米の時期について、来年の2月が目安になると明言しました。菅総理が訪米の時期を具体的に言及するのは初めてです。